ということで、はい、どうも僕です。今回もドラクエ10続きからやっていきましょう。ということで、今回は久々にね、ストーリーの続きをやっていこうと思うんだけど、今回やっていくのは、秘密会議室の緑の椅子から賢者ブロッケンを呼び出し、覇者の秘技の試練を受けようってことで、今回早速ね、ここまで来たので、呼んでいこうか。ブロッケン。ブロッケンはね、まだ会ったことがないキャラクターなんで、まあ、ちょっとどういう方なのかわかんないけど、賢者ブロッケンの名を呼んだ、椅子がかすかに震え始めた。あ、こんにちは。最先端のオンライン会議。ブロッケン様の出番が来たようである。このキャラクターね、調べた感じ、ドワーフを選んでストーリーを始めた場合の出身地クエストで出てくるキャラクターらしいね。僕だったらプクリポを選んだ時に、なんか、なんだっけ、大蛇を倒すイベントがあったと思うんだけど、そんな感じでブロッケンが出てくるらしいね。勇者の盟友勇士っすよ。わしは H の冠の一人、賢者ブロッケンと言っておられるである。本当に言ってるか？寝てるけど。寝てるのにどうしてわかるんだ。ブロッケン様はお眠りのことが多いので、愛用の杖であるところの我が輩が代弁させてもらうのである。いや、寝てるから絶対聞こえてないはずなのにな、こっちの声が。うむうむ、ブロッケン様はこのようにおっしゃられているのである。わしが預かるひぎは勇者の目。物事の真偽を見定めることで魔物が生み出したまやかしを打ち破る技よ。なるほど。このひぎなくしては大魔王やその眷属と戦うことは難しいであろう。アンルシア姫が勇者の目を得得するには真偽の試練を果たしてもらわねばならぬ。真なるものを見抜く目を鍛えるのだ。なるほど。確かになんか、このクエストの名前が真偽みたいな名前だった気がする。勇士っすよ。勇者の盟友としてお前には、アンルシア姫と共に、わしの用意した魔物と戦ってもらうことになる。ということなんだけど、勇士っすもアンルシア姫と一緒にこの地れに行ってくれるよね。なんか急にブロッケンの杖が話しかけてきたんだけど。ねえ、ブロッケンの杖が意志を持ち始めている。え？言ってくれるよねって、そんな急に急になんか親しみを込めた言い方してくる。天使の相馬と6万7000の経験値といいでしょう。お、来たか。魔物って言うけどどういう敵なんだろう。ユーシス、ハチャの秘技の試練に私と一緒に行く準備ができたみたいね。ブロッケン様、ユーシスと共に必ず試練を果たしてまいります。真のアラハギ色のモンスター格闘場に迎え、試練の魔物と戦えるように、従業員のナダーフにはわしの名前で話を通してあるとのこと。おー、なるほど。あそこに行けばいいのか。アンルシア姫に勇士す。気合を入れて頑張るのであーる。本当に言ってるか？ブロッケン。ブロッケン、乗っ取られてないからだ。勇士す、一足先に向かって、私はルシェンダ様にこのことを伝えてから行くわ。了解しました。まあでも、真偽っていうくらいだから、なんか分身とかしてくるのかな？ね、ドラクエで分身するキャラクターがたまにいるから、そういう奴らが出てきて、どれが本物か当てるみたいな、そういう感じなのかな？さあ、久々に到着。そして、ナダーフに話しかけ、ナダーフさん、こんにちは、いました。はい。お待ちしておりました。勇者の盟友、勇士さんですね。勇者の盟友ってわざわざ言ったらなんか恥ずかしくない？なんか勇者の盟友さんが来るんだってなんかちょっと中二病みたいな。ブロッケン様よりお話を伺っています。勇者とその盟友が、ハーチャの秘技を得得すべく、ここに来る時を待って、あ、そうなの？ナダーフが？ナダーフが待っていたんですか？ついに私の役目、そんなすごい人なの？勇者姫アンルシア様もすぐにこちらへ来ることでしょう。試練の魔物との戦いの舞台は整えてあります。この戦いではパーティーを組んでいたり、サポート仲間を連れていても大丈夫です。あ、そっか。ここって確かモンスター格闘場だから、モンスターのみで戦うことになると思うんだけど、そういうわけではないということかな？じゃあ行くか。はい。かしこまりました。それでは張り切ってどうぞ。あとあれか。一応ね、アンルシアと一緒に戦うときって、なんだっけあれ。王家の迷宮か。王家の迷宮だとサポート仲間なしだからっていうことかな。さ、言えてーだ。やっぱこいつ分身するよね。多分そういうことかな。くる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 。あ、こんにちは。なんかくるくる回ってます、こいつ。よし、お待たせ。どうやらあれが試練の魔物のようだね。こいつは分身するぞ。言えてーといえばもう分身だもん。ベロロ。ベロリンマン、そうか。ベロリンマンだったね。イエテイじゃなくて、ベロリンマンが、そうだ、分身するんだ。ベロー、ベロリンマン。おー、こんにちは。ベロ、ベロ、ベロロー。
どいつが本物だって言うんだ。ブロッケン様から聞いたが、勇者の目は魔物の生み出したまやかしを打ち破る技だって。その技がなければおそらくこの魔物を倒すことはできないはずよ。ユシス、よく聞いて。私が勇者の目を得得するには、この戦いで何かを掴む必要がある。ああ、じゃあ、イエテーベロリンマンを倒して、まあ、コツを掴む的な話なのかな？だから、あなたにはこの魔物の相手を頼みたいの。私は意識を集中して、まやかしの魔物を見抜けるか試してみるわ。それができれば、勇者の目もきっと。勇者の目！無法無法ベルルーンベロリンマンベロリンマン、一体どうしてこんなにイエテになっちまったんだ。なあ、ベロリンマン、ドラクエイレブンではあんなに人間らしかったのに。ベロリンマン、こんにちは、こっちみんな。そっか、一体だからね。本来だったら、だからあっちも一体だけなんか。分身、来ました。あ、アンルシアもいるんだ、ちゃんと。ベロリンマン5体来ました。とりあえず、ま、一旦の、ドメディ、いや、カカロンで行こう。待って、とんでもねえ人数いる。やばすぎる。あれだわ。もうなんか2倍で、さらにその2倍のモンスターたちが同時に分身やったら、さらに2倍になって、4、8、16みたいな感じで、2の乗数みたいな感じになってる。やばすぎる。量があまりにも多すぎる。ただ、メイド風魔だとかなり効くんじゃないか。そして、HP もなかなかに低いから、まあ、全体攻撃して、あーでも、そうだね。本物以外は基本的にまあ体力そんなに高くない的な話なのかな。だから、まあ攻撃しまくってればだいぶダメージ与えられると。まあ僕もね、一体に与えるダメージは少ないけど、こんだけ大量に言えば合計ダメージで言ったら1500くらいいくか。だいぶね、強いみんなと仲間入りできる。さあ、ベロリンマン一体倒していく。おー、なんだ、一体だけになった。なんで？今何が起きたの？勇者の目でも使った？とりあえずじゃあ、火柱的に、まあ、ベロリンマンがね、分身さえしなければもう、こんな余裕ですから。さあ、これで火柱使って、分身使っていいのは、神だけなんだよ。さあ、これでテンションが上がっておりますが、まあ大丈夫そうかな、火柱使って。さあ、何？終わった。急に？急に終わったんだが。わかったか？分身。なんか逃げてたよ、分身。おお、なに、バカすぎる。うわぁ、ベロベロリーン。見えたわ。ユーシス、あの魔物の本体と、まやかしの違いが、なんかあるの？全然わかんねえ。ベロリンマン、全然わからないよ。ユーシス、私が勇者の目を使って、まやかしの魔物を消し去ってみせるわ。あなたは残った本体の魔物を攻撃して、力を合わせて、頑張りましょう！頑張ります！さあ、行くわよ。あなたになんか負けないわ。かっけえ、アンルシア。行こうぜ。5人もいる。ベルル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 
まあ、最悪これ正体見つけたとしてもどうやって消すのみたいな話もあるけどね。消す方法って分かってんのかもうすでに。分身渡しようとしてこいつやめてくれ本当に分身すんの。ただ、まあ、一旦とりあえず、カカロン召喚して、アンルシアなんかやるかな。おお全員消えた。じゃ勇者の目やる瞬間見えなかったけど、絶対今勇者の目使ったよね。いきなり全員消えたんだが。じゃあ火柱で攻撃し続けばもう大丈夫そう。てかもう、なんだったらドメリーでいいな。こんな一体くらいだったらそんなに、バルバルーでいくか。うん、呪文使って範囲攻撃よりかは、バルバルーでハヤブサの剣とか使ってもらった方が強そうだから、これでいこうか。で、はい、灼熱も全体攻撃なんで離れていれば問題なし。さあ、もう君、分身使わないのかい？まあ、分身つ、お、使うね。ちょ、見よ。アンルシアが何するか。はい、分身します。あ、分身って HP 減ってんだ。なるほど。ね、本体の HP が少ないと、分身の HP も、あ、やばい、やられちゃう人。あ、勇者の目やってる。勇者の目、おお、消えたけど、ここにいたやつが本体だったんじゃないの？あれ、おかしい。あ、終わってる。え、な、なに？あ、違う、ベロリンマンがやられたと思ったら、そいつも分身でしたという。実は、あ、なに？お、終わったか？はい、はい、はいと。いや、いいね。アンルシアさすがっす。10万の経験値ありがとうございます。さてことで、いやー、またどうやって分身消したのみたいな、突然のマジレスがあるけど、敵を見分けるのはわかるけど、どうやって消したみたいな。はぁ、はぁ、やったわ。ありがとう、ユーシス。あなたのおかげで、やっつけることができたわ。口ほどにもない言えてですね。ま、特になんか言ってたわけじゃないですけど、お
光ってる。勇者覚醒の光の時みたいに。これは、体の中に力が湧いてくる。どこからともなく声が聞こえる。お、ペガサスジェイクルフォードか？お前ブロッケン。ユーシス、アンブシャ姫、聞こえるであるか？ブロッケン様のお言葉があるので、聞いてほしいのであれ。お、声ブロッケン？ついに初めて喋った。勇者姫、アンルシア、そして勇士すよ。試練の魔物を倒したようだな。この試練を果たしたことを認めよう。勇者姫に、真偽を見極める力が宿り、勇者の目を得得したことを、英知の冠の一人として、ここに宣言する。ありがとうございます、ブロッケン様。でも、私一人では無理でした。勇士すがいたから、得得できたんです。アンルシア、その通りだ。アジャの秘技は勇者と盟友の二人が揃ってこそ、真の力を発揮すると覚えておくが、いや、そうなんだ。大事だね、やっぱりじゃあ。はい。二人で一つ、プリキュアです。勇者姫アンルシアは、アジャの秘技の一つ、勇者の目を得得した。とにかく、お疲れ様。二人とも、秘密会議室へ一旦戻ってきてほしいので、あーん。やっぱりこれ、ブロッケンがそのまま喋れるってことは、やっぱブロッケン喋ってないだろう。グランゼドーラ城に戻りましょう。ユーシスも忘れずに秘密会議室へ来てちょうだいねと。オッケー。それじゃあ今とりあえず勇者の目を得得したからあと2つあるんだとね。それをやっていこうか。お、来た。ブロッケン様、あなた喋れるんですよね。なんでその杖に言わせてるんですか。本当はあなたの言葉じゃないんでしょう。賢者ブロッケン様、ただいま戻りました。来たね。ユーシスにアンルシア姫、ブロッケン様よりお言葉をいただいているので聞くのである。隣にいるのによ。ご苦労であったな、二人とも。アンルシア姫は、覇者の秘技の一つを得得し、勇者としてさらなる成長を遂げた。その秘技を盟友ユーシスと共に、今後の戦いに役立てることを願う。そしてユーシスよ、お前の働きは勇者の盟友に誠にふさわしいものであった。そうですか。僕普通に戦ってただけでしたけど。あらかじめ、そこにいるミルトに報酬を渡してあるので受け取るがよい、ということで、あら。ありがとうございます。アンルシアには渡さなくていいんですか？僕だけもらっちゃって、どうも。はい、報酬をお受け取りくださいと。ありがとうございます。クリア。さあ、真偽。これ何かに使うことになるのかな？あんまり想像つかないけど、まあ、分身する敵が現れたりすんのかな？まあ、そういうことかな。今後のやつも、誰かに対するなんかメタ的な、そのね、相手をメタってる技を習得するみたいな感じになってくるのかな？調子はどうだ？勇士。少しばかり心配でな、様子を見に来た。あ、ルシェンド様、私、勇者の目を得得しま。しま？どうした、アンルシア。私の顔に何かついてるか？いえ、なんでもありません。なんだ？なるほどな。物事の真偽を見極める、勇者の目を確かに得得したらしい。お、そういうこと？なんか、あんのか？これからもその調子で頼むぞ、アンルシア。それにユース、偽物ってこと？誰かに化けてもらってる的な。あ、違う。待って、あれか？ルシェンダめっちゃおばあちゃんだからおばあちゃんに見えちゃった的な話？そっちか。まあ、その説もあるよな。ねえ、ルシェンダの孫だか、そんな人がめっちゃおじいちゃんだったから、ルシェンダって本来だったらもうこのブロッケンみたいな感じですっごいおばあちゃんなはずだから、ねえ、なんか魔法とかなんか食べ物とかで若作りしているから、真実を見極めたらなんか、お、めっちゃおばあちゃんやんみたいな、それでビビってたってこと？ユーシスよ、この世には見えるも、やっぱそうじゃん。絶対そうだよ。見えの方が良い真実もある。今のはその一つ。気にしないことだ。なんかやだな。じゃあアンルシア毎回おばあちゃんの姿に見えちゃうってこと？ということで、ユーシスもお疲れ様だったんで、あーら。なるほど。そして、残りは二つだね。お、来た。さあ、これでまた、溜まってゆく。運命の振り子に少し力が宿った。さらなる輝きを満たすため、勇者姫アンルシアに覇者の秘技を得得させ神の秘跡を守ろうと。さて、じゃあ次は、賢者エイドスを呼び出すってことで、これだね、青い椅子からってことで、さ、エイドスさん、お久しぶりぶり。さ、賢者エイドスの名を呼んだと、椅子がかすかに震え始めた。
まあ、そうだね。だから、ドワーフ選んだらさっきの人だったけど、プクリポ選んだからこそ僕はね、エイドスと親しみを持っていると。どうやらわしの出番が来たようじゃな。お久しぶり。久しいな、勇士ですよ。まさかお前が、勇者の盟友であったとはな。世の中というのは狭いものよな。そうだな。初めて会った人間がエイドスだったもんな。今思えば。感慨深いね。わしの預かった秘技は勇者の盾、魔物の生み出す幾多の災いから籠の光にて皆を守るという技よ。なるほど、勇者の盾。大魔王やその眷属とこの秘技なしに戦うことは危険だと言えるじゃろう。しかしこの秘技を得得したいのならば、わしの与える守護の試練を果たしてもらわねばならぬ。守護の試練？お前はアンルシアと共にわしの用意した試練の魔物を倒す。なるほど。まあこれはさっきと一緒って感じかな。受けます。なんだ、あ、アンルシアか。はい、こんにちは。ういっす。はい、エイドスさんに頼まれました。オッケー、そい。なんだ、勇士、覇者の秘技の試練をエイドス様から受けたよね。そうです。エイドス様、私は必ずや勇士と共に試練を果たします。よろしい。ブクランド大陸のポポーラ地方の南東にある、お、賢者の隠れが初めてあった場所じゃん。その奥、あ、あそこ行けるんだ。あー、なるほど。毒画の間に、試練の魔物を配した。あそこって封印してた場所だよね。ねえ、うん、もうちょっとおとなしくしとれ。ビューンってやってなんか封印してたやつ。あれでしょ？僕が勝手に入って怒られたやつ。ポポーラ地方へは走ってますよ、もちろん。はい、アンルシア姫、それに勇士すよ。見事試練の魔物を打ち倒してみせるがよい。ここに来てか。いや、ちょっとそれ熱いね。あの時まだ行けなかったあのエイドスのね、奥のところ、勇士は一足先に向かってくれ。オッケーでーす。バイバイ。懐かしい。あー、で、ここ、そうだよね、エイドスいるんだけど、これ確か偽物なんだよね。そうだよね、前見せたっけ、みんなに。こちら、留守番エイドス4号です。エイドス様、ただいま出かけております。なお、結界の向こうは大変危険です。関係者以外に立ち入りはご遠慮ください。これ一応僕は入っていいのかな？これ封印されてっけど。あ、結界が弱まっている。中に入りますか？これ僕が入るから、弱めてくれたんかな？そう。もう僕は間違って前入っちゃいましたけど。オッケー。いやー、懐かしいね、本当に。てか、ここのダンジョンとして入るの初めて。出た。あそこをキラキラ光ってる場所に、もともとエイドしたんだよね。で、ここのなんか下の方が、すっごい、もやがかかってるみたいな感じになってたけど、あれなんだったんだろう、結局。あれは普通に、正気が漏れてるみたいな話だったのかな。ね、魔性がなんか、うんぬんかんぬんみたいな。どうなんだろう。まあ、とりあえずそれは行けばわかるのかな。いや、でもさ、やっぱりここ一番最初来た時もめちゃめちゃ驚しい雰囲気だなって思ったけど、モンスター見てもやっぱりマドルーパーとか魔性雲とかそういうなんかこう悪に染め毒々しい敵がたくさんいるから、やっぱりね、そういうところも考えるとね、結構危ない場所。あと魔性雲って僕全然関係ない意味で普通に知ってたんだけど、魔性雲ってそうなんだね。今考えれば魔性じゃんって。魔性ってもろに言ってるけどさ、僕全然魔性って初めて聞いた時全然ピンときてなかったんだけど、そっか、魔性雲ってあの魔性ね、みんなが怯えていることでおなじみのあの魔性のことだったんだね。いや、完全にここ、おー、行っちゃった、間違って、ちょっと話そうと思ったけど、完全にここバリアかかってんじゃんって思ったんだけどさ、これでいるかい、誰か。魔性系かな、いるとしたら。でもなんかそんな感じするよね。勇者の盾もだが魔性から魔物的な、わーおー、あれが試練の魔物ね。なんだか不気味な感じだ。なんだっけこいつ、汚れの渦みたいな感じだっけ。なんだっけ、ヒュルル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 ー、わー、こんにちは。危ない。おなんかすごい大丈夫か、可愛い顔してたけど。もうこれ勇者の盾、勇者パーか、これ普通に。この魔物は毒の煙を身にまとっては、加護の光が守ってくれなければダメージを受けていたところよ。もしこの加護の光を技に昇格できたら、どっか身を守りながら戦うことができるわ。それが勇者の盾の正体。なるほど、魔性とかそういうなんか毒系から守るのが勇者の盾なんかな。勇士、私は加護の光を技に昇華することができるかどうか試してみるわ。だからそれまでの間、あなたにはこの魔物の相手をしてほしいの。了解です。ヒューヒュルルル。まあそれをするためにここまでやってきましたからね。さあ行こうか。強いで、これもまた二分化される感じなんかな。
技覚えてからもう一回遊べるドンってなる感じなんか。とりあえずまずは安定のカカロンかな。あ、ドクドクバルーン、そんな名前だった気がするわ。なんかやってるんですけど、なんかやってる。絶対に近づけないあそこ。僕あそこから離れればいいのかなって思ったけど、普通にダメージ食らってんだが普通に。あ、でもまあダメージ量的には普通に毒を与えるだけだから、そこまで高くはない感じかな。まあ、火柱でちまちま与えつつ、そうだね、うん、これでなんだ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 すごい顔が怖いけど、モーモンみたいな顔してんなお前。お前モーモンじゃね。気づきました、お前の顔どっかで見たことあるなって思ったら、お前ガチギレしてる時のモーモンじゃんガチギレしてるモーモンの顔が4方向にあるじゃん。おい、そういうこともしかして、モーモンの死骸からドクドクバルーンという存在は生まれている、その可能性は非常に高いです。すごい眩しい。さあただ、毒のダメージを受けたけど、そんなにダメージ食らってないからまあ大丈夫そうかな。なんか、まあ、確かに毒はきついけど、あとあれか、よく見たらマヌーサかかってんな、それがちょっとめんどくさいのか。ただうん、まあ、ダメージ量もそんなにでかくないから、なんか適当にやってれば勝てそうな感じするけど、勇者の盾いらない説ある？もしかして。さ、あ、何？ああ、そっか。覚えたのね。びっくりしちゃうのよ、急に終わるから。ヒュルー、ヒュー、ヒュー。もう死にそうじゃね、お前。空気が抜けてきている、バルーンさん。勇者さん、大丈夫？あなたばかりに苦しい思いをさせて、ごめんなさい、大丈夫。そんなに聞いてない。絶対に過去の光を技に消化させて勇者の盾を使いこなしてみせるわ。これ以上あなたを傷つけさせない。お、僕を思う気持ちってこと？ああ、力を感じるわ。これが誰かを守るために必要な勇者の力なのね。僕を思ってくれてるのがアンルシア。よく聞いて、勇士。過去の光をできるだけ大きくして私の周りに出してみる。ほう、光の中に入っていれば毒のダメージを防げる。なるほど、そういう感じが。ヒューヒューヒュー、もう空気抜けそうな、モーモンのガチギレタイム来ました。さ、もう一回遊べるの。まあ、これであれか、だからなんかこうね、なんだちょっと語彙力がなくてあんまり言いたい言葉が見当たらないけど、光をなんか筒みたいな、そうそうそう、こうなんかグワッてやってピューってやって、あ、こんな感じなんだ。意外と攻め、意外と思ったより狭かった。あ、普通に死んだ、ごめん。あ、頑張って、アンルシアがすごい頑張ってくれてる。僕は知っちゃったけど、アンルシアがすごい頑張ってくれて僕嬉しいよ。アンルシアありがとう。そしてアンルシア、もう何から何まで本当にありがとうございます。ありがとうアンルシア。本当にもう何か何までね、もう本当に復活もさせてもらっちゃってありがとうございますね。本当にいつもお世話になっております。伊藤と畑中でオズワルドです、お願いします。さあってことで、ただまあ毒はこれで防げるわけだから、毒毒バルーンの攻撃は多分全部効かないみたいな感じになるのかな。あれは永続的に毒ダメージ与えるみたいな感じだから、うん、これどうなんだろう、普通の攻撃も効かないのかな。だとしたらめっちゃ強いけど、さすがにそんなことはあるのかどうかを見る前にやられてしまいました、勇者の盾が。ただもしこれ全部弾けんだったらめっちゃ強いよねもうそれやってもらえれば永続的にダメージ食らわないわけだからさ、俺はきついってマジで。ただもう一回、勇者の盾ありがとうアルジア、ここに入れば何の問題もなしと。さあそして火柱使って、とにかく、死んじゃった。ああ、もうほんとアンルシアさん、何から何まで本当いつもお世話になっております。本当に本当にもうまた復活させてもらっちゃって、でまた盾やってもらうんでしょ。もうアンルシアさんがいなかったら何もできん僕、アンルシアさんがいないと何もできんもん僕。ありがとうございます、本当にあなたがいることで僕は成り立っていると言っても過言ではありません。さあこれでまた勇者の盾の中に入っていくと、まあ、ただダメージ自体は受けるっぽいかな。だからあれかな、状態上系の技がここにいる間は効かなくなるのか、ダメージ軽減をしてくれるのか分かんないけど、まあ、ただ勇者の盾やってる間が攻撃してくんないか分かりにくいんだよな。さっき死んだのもなんか意外と勇者の盾使う前の技がちょっと遅延によって後から食らったみたいな可能性もあるけど、 OK、 ドクドクバルーンをやっつけた。いや素晴らしい、いいね、アンルシアも強くなってる感じがするし。